第8試合 WBC 名対日本スーパーウェルター級王座決定戦3分5ラウンドを行います。赤コーナー大和ジム所属 WBC 名対日本スーパーウェルター級1位まさし大和、青コーナーライラプス東京北西ジム所属 WBC ムエタイ日本スーパーウェルター級3位津崎義郎。レフリー白髪。なお赤コーナーの正志大和選手には激励の花束激励賞が届いております。また青コーナーの須崎義郎選手にも激励賞が届いております。なおこの試合は WBC ムエタイルールに基づき肘攻撃首相撲が認められております。3分5ラウンドで延長戦はございません。佐藤さん、大和祭り、はい、残すところあと2試合ということで、そうですね、ついにセミファイナル、はい、この試合は WBC ムエタイ日本スーパーウェルター級王座決定戦、うん、3分5ラウンドということで、そうですね、70キロ、はい、正志大和選手対津崎義郎選手、この試合どこがポイントになりますかね。これもそうですね、お互いその技術高いと思うんですけど、はい、津崎選手の経歴が異色なんで、自分まだその試合を見たことないんですけど、はい、なんかどういうファイトするんだろうなと思って楽しみですね。で、あのここの津崎選手の所属ジムの会長が、はい、石毛慎也会長といって、はい、まあ、僕はもともとニュージャパンキック時代のライバルでもあったんですよ、はい、そうなんですね、で今はもうラジャダムナのチャンピオンでもあるので、う、まあ、どういう、ね、作戦を津崎選手に送っているのか。逆に正志選手はどういった選手ですか、ね、彼はあの名古屋のジムにいて、もともとボディーボックスってところにいて、はい、その後大和ジムに来たんですけど、はい、本当にその大和来てからよりなんかこう全体的レベルアップして、もうチャンピオンにもね一回確か本当に衝撃的な KO でタイトルも取ってたりして、はい、すごい実力ついてますね。さあ第1ラウンド始まってますけども、もうバランスを、あのまさしは本当はバランスのいい選手ですよ。パンチもできる、キックもできる。須崎選手前蹴りのタイミングはいいですね、はい、正志が出ようとしたところにポンと軽く入れられて、なかなか前に出れない状況、ああいうね出鼻をくじかれるのって攻めきりそがれますからね。やっぱりリズムとかも取りにくくなったりとかしますよね。そうです、はい、もうこういう試合とかってもう本当はいかに相手のリズムを崩していくかなんですね。リズムの崩し合いみたいなところもありますからね、はい、なるほど。そういうところのなんか拮抗状態のバランス感覚を見てると細かくて面白いです。マサイ選手のローキックもかなり強烈ですよね、いいです、一発一発重いですよ。
津崎は戦前言ってた通り確かに前に前に来てますね、はい、残り時間30秒残り30秒切りました。残り10秒です。さあここで第1ラウンド終了ですけども、まあ、第1ラウンドはちょっと主導権争いというか、そうですね、お互いいい攻撃当て合ってますね、はい、でもその津崎選手の正志選手のそのリズムを壊す動きとかっていうのが、はい、なんかちょっと見てても分かりますよね、はい、なんか途中相手が攻撃を出そうとするところに小気味よくカウンターのジャブだとか前蹴りだとか入れられるとすごい嫌なんですよね。なかなか正志選手もリズムが作りにくい状況というか、そうですね、まあ、でもそこからでもあの後半から自分のね、はい、ペースをもう一回取り戻そうと思って、まあ、決して乱れてはいないんですけど、はい、あのガンガン来てますからね。セコンダー、セコンダー強烈なローキックも入ってますね、はい、まあ、5ラウンドあるんでね、あのローキックも、はい、後々効いてきますからね。ラウンド2、さあ第2ラウンド始まりました。ローのダメージってもう積み重ねなんで、うん、まあ、あまり治らないですよ、はい、短時間では。でもそういうもんなんですね、はい、だからあと行けば行くほど後を引きます、うん、おお強烈な左フック入りましたね。ああ、KO だ、KO です。いやー、まさかの、そうですね、いい左が入りましたね。やっぱこの70キロぐらいになるとこういう一撃があるんで、そうですね、面白いですね。須崎選手からしたら一瞬の隙を突かれたというか、まあでもその、まあ、5ラウンド制で、まあ、大体2ラウンド目になれば多少変わってきますからね、はい、やっぱその正志選手の勝負どころとかいう、そういうところの強さも、まあ、見事にその隙をついたと。いや本当に一撃でしたね。一撃でしたね。勝ちました正志大和選手には WBC 無栄台日本協会斉藤教授代表より認定賞が贈られます。正志大和の記念は WBC 無栄台日本スーパーウェルター級王座決定戦において津崎義郎選手と試合を行い勝利を得ましたので、ここに WBC 無栄台日本スーパーウェルター級新王者ということを認定いたします。2021年7月11日 WBC 無栄台日本協会会長斉藤教授、おめでとう。認定賞が贈られます。続きましてチャンピオンベルトが贈られます。いや涙してますよ、正志選手、ね、まあ、この記念大会でベルトを負けるっていうのは嬉しいでしょうね。 NJKF の坂上健二理事長様より贈られます。最初にメダルが贈呈されます。そして勝利したトロフィーが坂上理事長より贈られます。そして東桜パクチー様より勝利者賞が贈られます。
見事左フックで相手を一撃 WBC 日本スーパーウェルター級王座に輝きました。まさし大和選手、今一度大きな大きな声援をお願いいたします。いや、またここ愛知県からチャンピオンが生まれましたね。そうですね、これ楽しみですね、これからも。そうですね、もう円熟味を増してきたまさし、これからもまだまだいけるんじゃないですか。ヤマトジム50周年記念大会ヤマト祭り、ダブルセミファイナル WBC ムエタイ日本スーパーウェルター級王座決定戦、チャンピオンに輝いたのは愛知県出身ヤマトジム所属のまさしヤマト選手です。おめでとうございます。